レイボーンを彷彿とさせるようなフレーズですね。こういう動きのパターンを覚えておくとペンタトニックの形が指板上横にイメージしやすいです。これを一瞬入れるとですねサウンドがめちゃくちゃスリリングになるんですよね。皆様こんにちは、ギターソロフレーズ研究会へようこそ。研究会会長豊川雄也です。今回の研究内容は日本人ギタリスト2大スター夢の共演布袋寅泰さんとチャーさんによるステレオキャスターをやっていきます。布袋さんとチャーさんといったら日本を代表するスーパーギタリスト、そんな2人が前回バリバリでバッチバチにギターバトルをやり合ったのがこの曲。何でも覇王色と覇王色のぶつかり合いでソロが割れたとか割れてないとか、そんな我々ギタリストにとってはマイク・タイソン VS モハメド・アリのようなまさにドリームマッチ実現といった感じの曲ですね。今回はそんなステレオキャスターの中からチャーさん、布袋さんそれぞれ2フレーズずつ合計4フレーズほど研究していきましょう。アームを多用したチャーさんのフレーズはこちら、M4 で弾いていきます。布袋さんのフレーズはこちら、毎度おなじみコンバット、僕のメインギターで担当していこうと思います。ぜひとも皆様この動画を通じて大スターの演奏からペンタトニックのかっこいい使い方を学んでいってくださいませ。こちらの研究会は有名ギタリストのギターソロのフレーズを研究して普段のプレイに取り入れていこうという目的で活動しております。皆様ぜひチャンネル登録をして研究員になっていただき、僕と一緒によりレベルの高いギタリストを目指していきましょう。それではまずフレーズ1、チャーさんのフレーズからいきます。今回も張り切ってLet's go!こんな感じですね。このリズムのトリッキーさといい、開放弦を使った高速フレーズといい、どこかレイボーンを彷彿とさせるようなフレーズですね。チャーさんのフレーズはブルージーさとファンキーさが溢れていて最高にかっこいいですよね。そしてテクニック的には何気に今回の曲でこのフレーズが一番難しかったような気がします。ではフレーズ見ていきましょう。まず使うペンタトニック見ていきましょう。この曲は基本的に Em ペンタトニックをずっと使っていきます。まず12フレットスタートの毎度おなじみ Em ペンタトニックメインブロックですね。この世で最も使われているペンタトニックブロック。そしてこれを中心にスライドを入れて大きく斜め横断していくタイプですね。これに経過音であるブルーノートを追加して弾いていきます。3弦15フレットと5弦の13フレット。こちらの5弦の13フレットは斜め横断の動きでスライド通過をして使うことが多いですね。この2つのペンタトニックが今回の曲のメインです。さらにこのフレーズではこれに追加して開放弦を使ったペンタトニックが出てきます。Em と G の時に使えるペンタトニックブロックですね。ブルースでよく使うブロック。これにまた経過音であるブルーノートを追加します。3弦3フレットと5弦の1フレット。開放弦を使ったこのメインブロックと全く同じ形だと覚えておいてください。これを使って弾いていきます。まずじゃあ最初のフレーズから見ていきましょう。まるでスティービー・レイ・ボーンを連想させるような高速開放弦ペンタトニックフレーズ。このフレーズはまさにこの曲のトップバッター的なソロフレーズなので、初っ端から超インパクトですよね。ビッグバンインパクト。一瞬で心つかまれちゃいますね。まず入りの部分。ここは4拍目16分音符の裏ですね。1、2、3、タッタッタと入ります。スライド後はしっかりとビブラートをかけましょう。そしたら加工をしていきます。ここは開放弦に行くときにプリングをその都度使って弾いています。2箇所のブルーノートをうまく使っていますね。特に5弦の動き。この2フレットと1フレットのこの半音階の使い方が非常に勉強になりますね。このフレーズを弾いたら、次
次はこういう風なパーカッシブな音符が入ります。開放弦、クリスさんのブラッシング、これをフレーズとフレーズのつなぎ目にパッと入れてますね。この効果音的音符がリズムにスリルとトリッキーさを出していて、非常にかっこいいサウンドにしています。チャーさんはこういうファンキーな音符をパッと挟むのがマジで上手いですね。こういうタイプの曲でぜひとも真似したい部分です。そしたらですね、ブラッシングをチャカッと入れたら、ここからは12フレットスタートのメインブロックに移動して弾いていきます。ここのリズムなかなかトリッキーで難しいですよね。これ16分音符のポリリズムです。チョーキングが入っているのでさらにややこしくなってますね。16分音符の3つ割りです。メトロノームをゆっくり鳴らしたら、3文字の言葉を16分音符で歌ってみましょう。渋谷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 。まずはこのリズムでですね、チョーキングの代わりに15フレット、これを弾いてリズムにしてみます。渋谷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 。リズムの感覚をつかんだらハーフチョーキングにしてみましょう。渋谷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 。まずはですね、こういう風にゆっくりメトロノームを使って練習をしてみてください。それではここまで一度弾いてみます。ワン、ツー、スリー。前の小節のチョーキング後、4拍目の8分音符から入ります。こう入ったら、こういう加工フレーズ、いや超かっこいいですね。まず前半部分、ここ早いトリル入りますね。結構指もつりやすいです。ここの部分だけ切り取ってリピート練習をしてみてください。ここの部分で、またブルーノートの使い方が非常に渋いですね。この次、この2弦10フレットとブルーノートの半音階、これうまく使えると渋くてかっこいいのでぜひ覚えておきましょう。後半はこんな感じ。出だしはクォーターチョーキングを素早く2発入れてから加工。ここのメインブロックの人差し指クォーターチョーキングはめちゃくちゃ美味しいブルースニュアンスがつけれる音なので必ず覚えましょう。最後は斜め横断の動きに入って、12フレット2発目をスライドダウンでドゥーンですね。ここもパーカッシブに弾いていますね。次いきます。ここでアーミングに行く展開ですよ。チャーさんさすがすぎる。2弦開放と3フレットのトリル、これをアーミングでグワーンといきます。ここは僕なんとなく6連を意識して動かしていますが、適当でいいです。16分音符よりは速い方がいいですね。そしたら次、リズムの決め、ユニゾンチョーキングでこう弾いていきます。ここもポリリズムですね。ブラッシング、チョーキング、給付、この3動作を16分音符でそれぞれ行っています。ここも3文字の言葉にしてみましょう。例えばルパンだとちょうどパでアクセントが来てんで給付になるので分かりやすいですね。ルパン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 。みかんとかでもいいですね。ストロークは僕は普通にカッティングのように空振りを入れて一定の16分で弾いていますが、ここ全部ダウンアップで弾いちゃってもいいと思います。こっちの方がいいニュアンスになるかもしれませんね。で、これが終わったらテーマに移る感じですね。それでは後半部分もう一度弾いてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、トップバッターチャーさんのフレーズ、ペンタトニックの使い方も最高ですが、リズムの切れ味が半端じゃないですね。めちゃくちゃいいリズムトレーニングにもなります。それではこのフレーズを練習しやすいゆっくりのテンポで弾いてみますので、ぜひ練習にご活用ください。いきます。
はい、こんな感じの布袋さんのフレーズ。布袋さんのギターフレーズは非常に男らしさがありかっこいいですよね。古き良きロック魂を感じるフレーズがエモくて最高です。ではフレーズ見ていきましょう。ではまず使うペンタトニックですね。先ほどのチャーさんのフレーズと同じく Em ペンタトニックメインブロック、そしてメインブロックを中心とした斜め横断タイプ、これに追加してここではセカンドブロックとセカンドブロックの斜め横断ですね。この2つも使っていきます。はい、こちらがまず Em ペンタトニックセカンドブロックですね。この世で2番目に使われているペンタトニックブロック。そしてこのセカンドブロックを中心に大きく斜め横断をしていくタイプのペンタトニック。前半はこの2つを使っていきます。こういう風にですね、ペンタトニックのメインブロックとセカンドブロック、そしてその周りを大きく斜め横断する動きですね。これを使いこなせばですね、ネックを端から端まで自由に横移動するペンタトニックが弾けるようになります。このあたりの縦横無尽なペンタトニックの使い方はこちらの動画で解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。自分で言うのはあれですが、この動画超有益です。ではフレーズ弾いていきます。まず前半の動きですね。これスライドの同じモチーフを使い、ネックを大きく横断していますね。このペンタトニックの横移動の動き、非常に勉強になる動きです。まずこういう動きを弾いたら、スライドを使って一気に上がっていきます。一瞬ペンタトニック外の音を使ってますね。ここの音。これはシックスの音です。ファンキーなサウンドのする音で、マイナーペンタに混ぜてよく使う音ですね。で、ここの部分リズムが少し変則的なので注意。こう弾いたら若干ここ引っ掛けがあって、こう上がっていきます。で、ここからはメインブロックの斜め横断の動きに入って弾いていきます。こういった感じで最終的に17フレットまで駆け上がります。スライドを多用する動きなので、スライド先を外さないようにしっかり狙って弾きましょう。この一連のスライドを使った動き、大変勉強になりますね。こういう動きのパターンを覚えておくと、ペンタトニックの形が指板状横にイメージしやすいです。このイメージができると非常に強みになりますね。そしたら次、キメですね。開放弦を使ってハンマリングでこう弾きます。ここのハンマリングなんかはリフで非常に使いやすい動きですね。例えば地味変コードを弾いて、このハンマリングフレーズを弾くだけでなんかかっこよくなる便利な動き。ここまでもう一度弾いてみます。では次ですね。チョーキング2発からのクロマチック。チョーキングはですね、1音チョーキングから1音半チョーキングへ。ここの連続チョーキングめっちゃエモいですよね。顔で弾くべき部分です。ちなみにここのクロマチックの部分はこうベタベタで弾くのではなくて、若干スタッカードで弾くといい感じになります。そしたら最後、スライドとチョーキングを組み合わせた動きを弾いてますね。この辺のピッチベンドテクニックをうまく使い分けています。で、ここまで弾いたら次、ここの部分は若干ダブルストップ。あくまで3弦がメロディーのメインで、2弦も若干鳴っているような感じで、最後の音はスライドアウトからグリッサンド、連続で行いテーマに行きます。先ほど弾いたメロの1オクターブ下ですね。という感じでロック魂全開でワイルドにエモく弾いていく布袋さんのフレーズですね。それではこのフレーズを練習しやすいゆっくりのテンポで弾いてみますので、ぜひ参考にしてみてくださいませ。
感じ2人のフレーズ見ていきましたが、いかがでしょう。先行のチャーさんがファンキーでトリッキーに弾いたのに対し、ダイナミックなロック全開で弾いていく布袋さんのフレーズ、お互いのカラーがよく出ていますよね。本当にバランスのいいコンビといった感じですね。聞いてて非常に楽しいです。それではいよいよ後半戦ですね。残りの2フレーズはバトル場面のフレーズいきます。2つ一気にいきます。それでは今回も気合を入れていきましょう。それでは弾いていきます。という感じで前回バリバリのバトルの中での一コマ、バチバチにやり合っていますね。ここも短い4小節間の中にお互いのカラーがよく出てて非常に楽しいですよね。ではまず先行チャーさんのフレーズから見ていきましょう。まずはバトル先行チャーさんのフレーズですね。ここはシンプルにですね、斜め移動なしのペンタトニックメインブロック一発で弾いております。まず最初の動き、チョーキングからクォーターチョーキング、非常にブルージーですね。ファンキー&ブルージー。このクォーターチョーキングはほぼハーフチョーキングの勢いで引っ張りましょう。早いですがパパッとしっかり入れていきます。そしたら最後はグリッサンド、すげえ3連の素早いフレーズから入ってチョーキングビブラート、一番最後はこういう動きが4拍目に入ります。ここ早いですよね。こういう早い動きを弾く場合は必ずアウトサイドピッキングで弾きましょう。弦移動するときにこういう風に2つの弦の外側から内側に挟み込むピッキングですね。これアウトサイドピッキングと言います。逆はインサイドピッキング、これで弾いてしまうと難易度が跳ね上がります。早いフレーズを弾く時の命綱になってくるテクニックですので必ず覚えましょう。まず3弦ダウンでチョーキングしたら1弦アップから2弦ダウンという風にアウトサイドで弾きます。で次ですね、最後もダウンでチョーキングしたらまたさっきと同じように1弦アップ2弦ダウン、これで全部アウトサイドピッキングでつなぐことができます。こういう感じですね。でしっかりと揺らして最後の動き、これを入れます。ここまでもう一度弾いてみます。次行きましょう。先ほどの4拍目の動きを弾いたらプリングで入って、こういうフレーズ、先ほど4拍目の動きを弾いたら次プリングから入ってアーミングを使ったフレーズですね。15フレットいった瞬間にアーミングを軽く入れています。またスーパートリッキーな動きですね。チャーさんは本当にトリックスターですね。ここはまた16分音符の3つ割りを弾いていくポリリズムです。タンタタタタンタタウタタンタタ、また3文字の言葉にしてもいいですね。んがつくやつがいいです。タンミカ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 ン、でこれを弾いたら最後のフレーズ、これがまたかっこいいし使いやすいフレーズですね。まず先ほどの動き最後から16分音符1個分開けて入ります。チョーキングから1弦加工、よくある動きですね。次が面白いです。まずチョーキングから2弦に行ったら次は15フレットブルーノートに行って下がる。チョーキングの音と15フレットの音、この2つの半音階を使い分けて弾いていますね。非常に渋いですよね。これ逆のバージョン、こういう風に15フレット行った後でチョーキング、これも一緒に覚えておくと大変便利で使いやすいです。という感じでバトル先行チャーさんのフレーズ、ここまでをもう一度ゆっくりのテンポで弾いてみますので、ぜひ練習にご活用くださいませ。それでは次、バトル後攻布袋さんのフレーズ見ていきましょう。使うスケールは Em ペンタトニックメインブロックとメインブロックの斜め横断、これにですね2弦14フレット
6の音ですね。ここはバックが7スコードなので、厳密に言えば13です。これを入れていきます。そして一部分ですね。こちら Gマイナーペンタトニックも出てきます。15フレットからスタートする Gマイナーペンタトニックのメインブロックですね。これなんですが、今まで使ってた Eマイナーペンタトニックをメジャーペンタトニックとして弾いたとき、15フレットスタートの G メジャーペンタトニックになるんですよね。それでですね、この今スタートした15フレットをそのままここ人差し指に変えて、でここでマイナーペンタトニックを弾くと G マイナーペンタトニックになります。これ単三度の関係とも言いますね。 E の音をまず半音、全音で単三度、これを一瞬入れるとですね、サウンドがめちゃくちゃスリリングになるんですよね。使い方多少注意が必要なんですが、覚えておくと超便利ですね。ではフレーズいきます。まず出だしがなかなか難易度高めですね。まずハンマリングの部分から、セブンスに行くハンマリングから最後シックスに行き、さらに6連で交互。いやかっこいいですよね。半音の音の使い分けで生まれるコントラストが非常にハイセンス。そして指がかなり忙しいです。最初大変指がもつれやすい動きなので、ゆっくりから徐々にテンポを上げて習得していきましょう。一度覚えておくとこれ超普段使いしやすいですね。僕は小指とこの薬指の使い分けで弾いていますが、薬指だけで弾いちゃってもいい場面です。これを弾いたらブルーノートをうまく使ったフレーズ。ここの半音階の使い方がまた最高ですね。6を入れたフレーズからブルーノートに行ったら最後は早い3連。非常にスリリングですね。最後はですね、スライドダウンをしたらこういう風に戻ってきて次のフレーズに行きます。という感じでですね、半音階の使い方が本当にセンスあふれる前半部分でしたね。もう一度ここまで弾いてみます。では次ですね、スライドダウンをしたらまたスライドで戻ってくる。ここはですね、スライドダウン時は人差し指になってると思うんですが、戻りは中指で戻るようにしていきましょう。で、一瞬早い動きでですね、Gマイナーペンタトニックに入ってるんですよね、ここ。ここのブロックに入っています。本当に一瞬だけマイナーペンタトニックに入り、この G のメジャーサードの音から元のスケールに戻る。といった感じですね。メジャーキーだと非常に多いペンタトニックの使い方なんですが、マイナーキーで行うの結構珍しくてスリリングですね。そしてこの速い動き、なかなか綺麗に弾くの難しいです。まずは短いスライドから入って弾く練習をして、徐々にスライドを長くして習得してみてください。で、次、これを弾いたらですね、Eマイナーペンタトニックに沿って弾いていき、で、最後。ここもですね、Gマイナーペンタトニック使ってますね。Gマイナーのセブンスの音から、チョーキング。で、最後は Eマイナーペンタトニックに戻って1音半チョーキング。ここのチョーキングの使い分けめっちゃワイルドじゃないですか。最高ですね。布袋さんのチョーキングは伸びやかでマジでエモいです。という感じでですね、バトル高校の布袋さんのフレーズをもう一度ゆっくり弾いてみますので、ぜひ練習にご活用くださいませ。いきます。
感じで、チャーさんと布袋さんのバトル、覇王色と覇王色のぶつかり合い、いかがでしょう？熱いですよね。マジで熱い。こういう風に日本でもトップクラスのスター性を持つギタリスト同士の共演、我々ギタリストにとって最高の作品ですよね。今回紹介したのは一部ですが、まだまだ本当にたくさんのスーパープレイが登場します。ぜひぜひ原曲の動画 YouTube にありますので、覗いてみてくださいませ。僕自身もいつかギタリストとして、こういう風なかっこいいバトル作品制作したいなと思いつつ、今回は終わりにしたいと思います。このチャンネルでは皆様のギターの世界をより広げて、より楽しく自由なギターライフを送っていただくという目的で活動しております。皆様、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回の動画が楽しかった、役に立ったという方は、グッドボタンで応援していただけると大変励みになります。あと、Twitter 等の SNS は概要欄にリンクを貼っておりますので、興味ありましたらフォローをよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。